ですね、パーマをかけた時にですね、かかりすぎた場合の対処法、美容室でやった場合ということですね。美容室ですね。お客様が自分でやるという話ではなくてですね、実際にパーマをかけて、かかりすぎてしまうっていうのは、あってはいけないことというかですね、的確な強さでなきゃいけないんですけれども、でも、ないこともないと思うんですよね。ちょっと予想外にちょっと強いというような時ですね。で、その時の対処法として、5選ということで、ちょっとこのウィッグを使ってみようと思うんですが、ただですね、このウィッグ別に、これ強いんですけど、見えますかね。結構強いんですけど、そんなにですね、おかしくないんですよ。ちょっと強い感じのパーマとしてですね。ただ、おかしくないとは言ってもですね、お客様にとってこれよりもっと緩い方がいいって当然段階はいっぱいありますので、っていう場合もあるし、また技術者がですね、これよりももうちょっと弱くかけようとしたのにこうなってしまったっていうこともあるかもしれません。そんな時にですね、弱くする方法ですね。まず第一にですね、当然これ吸いたり切ったりすれば、弱くなります。で、ただですね、それはもう最初からアフターカットで長さを切ったりまた吸いたりするっていう手順でやってる場合にはですね、いいんですけれども、そうじゃなくて切るつもりはないっていうことであったら、なかなかそれをやってしまうと長さが短くなってしまうので、対処法としてはですね、アフターカットしないということであればいい対処法ではないっていうか、これはあってはいけないことだと思いますね。そして2番目にですね、シャンプーをしてリンスをすると、パーマかけた場合にはシャンプーしないでリンスだけにするんですけれども、またパーマかけてすぐに洗わない方がいいですよっていうようなことも昔からよく言われてますけれども、それ逆にですね、最後にですねリンスをするときに流すときにシャンプーを1回してそれからリンスして仕上げるということですね。で、ただこれがですね、パーマ取れてはいけないような時にシャンプーすると、取れやすいかもわかんないんですけど、パーマを緩くしようと思った時にシャンプーしてもなかなかこれ取れないんですね。そんな1回ぐらいでパーマが取れるようなものじゃないですから、しかも強めに入った時はですね、意外に期待はできないけど、ちょっと気持ちという感じですかね。そして3番目なんですが、ここからはちょっと実践的なことになりますけれども、ちょっとですね、これ3段階とありまして、3つの方法がありまして、まず1つはですね、最後に1液をほんの少しつけます。つける場所も当然あるんですけど、ほんの少しつけて、何秒とか何十秒という感じで、すぐに流します。そうすると、何事もなくですね、ちょっと弱くするっていうことはできますけど、ちょっとごまかしといえばごまかしなんですけれども、それでも少し弱くはなります。ただ、これはですね、一液つけるだけですから、やっぱり正式な方法ではないので、ちょっと強めのところぐらいで流した方がいいですね。ということは、まだその後ですね、ちょっとまだ戻るというかですね、それにもう少し弱くなる可能性もありますので、少し強めというか、ほんのちょっとだけ、もう流すちょっと前につけて、それからすぐ流すという感じですね。そしてリンスをして仕上げると。それはですね、いい方法ではないんですけども、簡易的にですね、ちょこっとやることはできます。もう一つはですね、一剤をつけて、これも時間、とにかく時間はですね、本当に短い時間です。もう1分も置いたら本当に結構取れてしまう感じですので、一剤をつけてですね、過酸化水素の、2剤は早いですから、過酸化水素の2剤をつけて、もう本当に2分ぐらいというか、置ければ2分ぐらい置いて、そして流すというのが、薬を作るという意味では、つけるという意味では2番目の方法ですけど、これが4選目ですね。ね、過酸化水素をつけて流すということですね。そして最後、5選、これが一番いい方法なんですけれども、一液をつけます。本当に、いい状態のちょっと手前ぐらいのところで止めた方がいいんですけれども、そしたらですね、そこで一回流します。で、流してですね、で、今度はその状態で2液をつけます。
まあ、これの時の2液別に過酸化水素じゃなくても臭素酸でもいいんですけども、まあ、時間はですね、置く時間を、正式な置く時間を置いて、そしてもう一回流すということですね。そうするとですね、もう完全に、まあ、元の状態にというかですね、酸化剤をつけたことになりますので、まあ、前のその方法よりははるかにいい方法になります。まあ、それでもですね、もちろんそんなことない方が当然いいんですけれども、まあ、そうすると結構伸びる、いい感じに伸びることは伸びるんですけれども、ただそのつけるときにですね、1台をつけるときに、ここがやっぱり技術というかですね、どこを伸ばした方が効果的なのかってことですね。例えばじゃあこのウィッグを少しだけ弱くしようっていうときにはですね、まあこれショートですから、コームとハケでですね、塗ればいいんですけれども、まあ長い場合にはちょっとこう手で持ってですね、こう、ハケで塗った方がいいんですけど、まあ、この場合だったらですね、元と中間はそんなかけなくてもいい、つけなくてもいいですね。毛先、まあ中間から毛先ぐらいですね、元にはかけないでですね、中間から毛先ぐらい。で、なおかつですね、その全体の中でのどこが強い、どこを伸ばしたいのか、で、どこはですね、そんなに伸ばさなくてもいいのかってことを考えて、必要な部位のところの、なおかつその毛髪の中での、元、中、先という中でのどこをっていうことですね。この場合でしたら、まあ全体的につけるんですけど、中間から毛先だけをつけるということですね。まあそんな感じで、今から実際にやってみたいと思います。で、これ、実はですね、このためにですね、パーマを強めにかけました。で、ただこれちょっと、もともとですね、結構これ傷んでるもんですから、かける前の状態から、あんまりいい状態ではないんですよね。それにパーマ、強めのパーマかけたもんですから、これをちょっと、弱くして、まあ、強さとしてはいい感じのカールが、になるとは思うんですけど、まあ、ちょっと痛みは、やっぱり、まあ、もともと傷んでいるので、そんなに健康も、というかですね、何もしてない状態の毛質になるわけではないんですけども、まあ、カールはいい感じになると思います。まあ、これがですね、まあ、こんなスタイルですから、本当に強めのカールも弱めのカールもあるんですけれども、で、ただ、その、パーマをかけるっていうこと自体がですね、やっぱりパーマが必要でかけてるわけなんですよね。ですから、さっきの時間をとにかく早くっていうのはですね、もう1分以上置かないぐらいの速さなんですけど、それはパーマをかけることが目的ですから、ストレートになってしまっては、まあ意味がないわけですよね。まあちょうどいいカールを作るためにやるわけですので、はい。ということで、これをですね、いい感じに伸ばしてみたいと思います。はい、では実際に一材をつけていきます。まあ、こうやって見てですね、この毛先ですね、ここにつけます。で、まあ、今日はですね、これアルカリ仕様の、少し増粘剤が入っている、この、ね、粘土があるですね、薬なんですが、まあ、液体のものであれば、まあ、増粘剤入れるのもそうですけれども、まあ、例えばトリートメント、まあ、弱く、薬としては弱くはなるんですけれども、トリートメントみたいなのを入れて、少し、少し液体をですね、まあ、クリーム状にしてつけるのもいいとは思います。まあ、今日はもうそのままですね。じゃあこれをですね、本当に毛先だけですね。見ながらですね、これ本当に見てるうちにパーマ取れちゃいますので、もう見ながら塗っていく順序もそうなんですけど、今日はこの毛先につける感じです。で、溶かしていきます。もうこのぐらいからですね、少し取れ始めてるんですよね。まあ、溶かすのは別にこう伸ばしてるということじゃなくて平均に、まあ、毛先の平均につけるために溶かしてるだけなんですけれども、まあ、それとあとはどのぐらいの強さにですね、してるかをこう観測してるということですね。だいぶこれでもう緩くなってきてます。
そうですね。まあそれでもあんまり緩くというよりもちょっとは、まあこのスタイルですから少し強めのカールがあってもいいと思うので、このぐらいでもいいですかね。このぐらいか、まあもしくはもうちょい置くかぐらいですね。あ、このぐらいで大丈夫です。まあこれ見た通りちょっとまだカールある強い感じですけど、まあこのフェードのようなスタイルですから、ちょっとハードなかかりの方が似合うと思うので、このぐらいでですね、これでちょっとここだけつけて、これで流してみたいと思います。今この状態ですね。これですね。ここ本当にもう時間でどん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 緩くなっちゃうので、ここはしっかり見てないとですね。じゃあこれで一回流してから2剤をつけてみます。今これですね、流してから、流しの方で2液をつけて、時間を置いて、また流してリンスをした状態です。まあ、最初の状態から見るとですね、かなり緩い。まあ、緩いけど、まあちょっとフェードに合うぐらいの、ちょっと強めの感じのパーマっていうことですね。まあこのぐらいだとですね、一段階というか二段階というか、緩い感じになりましたので、いい感じになったと思います。じゃあこれにですね、少しジェルをつけてみたいと思います。まあ、乾かさないでタオルドライだけで、ジェルつけたような感じなんですけど、こういう感じですね。はい、ということで今日はこの短い頭でちょっと強くかかりすぎたような時に少しだけ弱くするっていうことをやってみました。対処法として、5選ですね、まずは薬使わないで、少し切る、またはすくっていうことで、緩くすると。でもこれは最初からアフターカットするということでやる場合でしたら、まあ調節できるんですけど、そうじゃない場合には、まあ、ちょっとこれは無理だと思いますね。そして2番目としてですね、流すときにシャンプーリンスをするということですね。まあこれもですね、パーマかけるってシャンプーすると取れるとはいうものの、なかなかこれ取ろうとするときにはなかなか取れません。まあ、何度もやれば取れるかも、少し緩くなるかもわかんないですけど、1回でどうかなるということではないですね。でもまあ全く気持ちいいですね、ちょっと弱めにってことではいいと思います。そして3戦目としてですね、まあこれちょっといい方法ではないんですけれども、まあなんとなく何事もなく収めるということでは、流す時に1剤をつけて軽く溶かして、そしてすぐに流してもうリンスだけして仕上げるということですね。そしてですね、4戦目としてですね、今の3戦目のですね、流す前にですね、2剤といっても、もう時間を置かなくてもいいように過酸化水素の2剤をつけて、そして流すと、まあ1剤をつけるだけよりはいいと思います。でもまあそこまではですね、1剤つけること、そして2剤つけることも、まあ、なんとなくこう何事もなく収めるような感じでカールを弱くするっていうことですね。これ今日やったのは流してから2剤つけてますので、5戦目としてですね、まあ、これが一番正しい方法だと思うんですけど、ただそうなるとやっぱりこの工程がちょっと一つ増えてますので、まあ、お客様に、まあ、これはもうちゃんと説明をしてですね、やる必要があると思うんですけど、まあ、そうやって説明してで、ちょっと時間かけてやるんであれば、やっぱり一番正しい2剤流してから2剤をつけてっていうのが一番いいと思いますけれども、まあ、その時の状況によってですね、まあ、一番いい方法をやればいいんじゃないかなっていうふうに思います。パーマがかかりすぎた場合の対処法5選ということで、話をして、実際にウィッグ使ってやってみましたけれども、
このようなことはやっぱりない方がもちろんいいに決まってますよね。なるべく、こんなことは、まあ、実際にはそれほどやるということではないんですけども、まあ、もしなった時にはこの対処法があるんじゃないかなということで、そこでですね、じゃあこのようにならないためにパーマというのは緩くもならないしか強すぎても強すぎにもならないちょうどいい感じにかけられるようにするためにどうしたらいいかっていうことなんですが、カウンセリングをしっかりと、まあ、高度なですねカウンセリング密なカウンセリングをしっかりすることだと思うんですね、まあ、お客様も技術者も、まあ、一致するようなスタイルをですね、そして、まあ、技術者側と、まあ、カウンセリング作ろうとするものがこう明確だったとしてもですね、やはり、まあ、ちょっと予測が外れたりとかですね、技術的なものでですねこ うまくいかないような時があるかもしれませんけども、一つにはやっぱりテストカールですよね。テストカールの時に、まあ、妥協しないでちょっと危ないなと思ったらこう何箇所かこう見てですねテストカールしっかりする、そして弱い場合にはもちろんそれなりにこう時間を置くとか、もう一回一撃つけるとかってこともありますけども、ちょっと強いなっていうような場合にはですね外すことですよね。でそれいきなり全部外すということではなくて、あちょっとあどうかなっていうような時には、まあ、ちょっと無難なところを1本外してみて、まあ、その時の状況であなんか強くなりそうだなって言ったらまた別のところを外して、まあ、外すっていうのは利益をつけてからですね、まあ、すぐに外す場合もあればちょっと時間を置いてから外す場合もあるんですけれども、外していってですね強くなりそうだなっていう時に外していって1本外したらあちょっと強くなりそう、そしたら別のところも外してもう一つ外してっていう感じでこう所々外していくだけでも、まあそれだけでもまあ緩くなりますよね。で、まあ、本当に強く外してってこう強くなるなと思った時にはもうほとんど、5分ぐらいでほとんど外しちゃう。でただすぐに流さないでですね、やはり時間は置いてから粘液の作用をしっかり抑えてですねそれで流すということですね、まあ、そんなようなことをしてですね、なるべくその強くなりすぎたから対処しようということにならないようにする必要があると思います。はい、ということで今日はパーマの強くかかりすぎた場合の対処法5選ということでお話をいたしました。はい、以上です。